はようございます。釣り子 TV です。Amazon でポチッとした小包みが届きましたよ。早速ね、開けていきたいと思います。これね、結構ね、待ちに待っていた、物で、ね、どんな感じか。裏側ね、ちょっとね、住所とか書いてあるんで、こっち側で、こうね、開けていこうかなと思いますけれども、はい。お、じゃじゃん。これカタログが入っていて、物はというとこれ、はい。これね、ライフジャケットウエストベルトタイプってことで BSJ9320RS 膨張式ライフジャケット。で水感知機能付きっていうことでブルーストームのねライフジャケット、これがちょっとね買いたかったものっていうことで、ここに書いてありますよね。国土交通省型式承認品小型専用救命胴衣タイプ A で桜マーク、これコンパクトでしょ。手のひらね2つにこう収まるぐらいの、こんなね小型なボディで国土交通省の、認可を得ている、桜印がついているっていうことで、特許出願中のレールシステムモデルっていうことで書いてありますね。こんなねケースに入っていて、早速ねじゃあ開けていってみたいと思います。あ、ケースもねなんかいいですね。こうここがメッシュになっていて、この水感知機能付きって書いてありますけども、中にねセンサーが入っていて、それがね水を感知すると自動的に開く、だからちょっと湿った状態で、これがねメッシュじゃなくて多分密閉した状態で入ってしまっていると、不意にねその水感知システムが感知してポンって開いちゃうかもしれないっていうことで、まあね、こんなメッシュのケース付き、あ、でこうね引っ張れる、これをねポンってね引っ張るとガスボンベに穴が開いてプシューッとね酸素が、充填されて、こう腰の周りにね浮き輪ができるっていう、ね、こういったシステムでいいかと思うんですけども、今回ね黒色ブラックカラー買ってみましたよ。この他にはですねブルーストームからかっこいいカモフラージュカラー、あと赤、青でね、自分はこの黒を買ってみました、ちょっとね赤とかの方がライフジャケットつけてるよって目立つしいいかなーなんて思ったんですけども、このね黒色でね、価格はねここに書いてあるんですけども 16,500円ね、っていうことで 16,500円でこんな感じのライフジャケットが買えますよっていうことですね。まあ見てください、このね画面に入りきるぐらいの小型なんですよね。それでもってしっかりと認可を得ている、これね結構ありそうでなかったんですよね。改正される前はですねそんなにその桜印ってね、こうライフジャケットを例えば桜マークがついていないものでもしっかりとねつけていれば音がめなしというか、そんなにねうるさく言われることはなかったんですけども、今回ねまあ最近ちょっとね痛ましい水難事故なんかってのもいくつか目にしましたがね、こういうちゃんと認可を得ているモデルを、しっかりと着用しましょうっていうことにね、なりましたので、でそういうのっていうのがね結構ね、まあ安全性を確保するために結構大型というかねかさばるタイプのライフジャケットが多かったんですけども、今回ねこのね小型サイズでしっかりとね認可も得ているっていうことで、以前自分が使っていたのだともうなくなってしまいましたけども、あのポパイからねこの手のタイプの非常にコンパクトになって、でいざという時はポンとね開くよって、それはね小さなこれぐらいのね浮き輪がプカーンって浮かんでくるよ、それを掴んで救助を待ってくださいねっていうタイプだったんですけども、今回のこれレールシステムっていうことで、このポンって開くとですねこのベルト周りにこの
ベルトを伝って浮き輪状の気質が広がって、結構ね安全に浮いていることができるっていうね、こういったライフジャケットなんですけども、これがね、ユーザー登録はがきが入っていて、説明書がですね入ってますね。中を見ていくと、まあね、抜粋した、今説明したような感じで、このレールシステム、この半月状の浮き輪の気質がね、腰の周りに広がるということで、で、まあ、ポイントとしてはですね、しっかりとベルトのサイズを合わせて体にフィットするように締めてくださいということで、ここがねゆるゆるだとね、せっかく広がってもですね抜けてしまったりっていうことが可能性としてはありますからね。で、それと動作ね、もし水に落ちて開かなかった場合、この手動式のレバー、これをグッと引っ張ることによって充填されて広がるよっていうことですね。その他ですね、呼吸によってですね、こうしぼんできたら、救助を待つ間長時間時間がかかってしまって、それでもってこの中に入っている気質のですね酸素が抜けてきた場合は、こうやって口で膨らますことによってさらにその浮き輪の性能を持続させることができますよっていうことですね。で、ボンベイキットの交換方法なんていうのもここに記載されてますね。で、ちょっとね分かりづらい場合は、毎年行われるあのフィッシングショーとかでですね、その大丈夫かどうかチェックしてくれたりとかね、そういったブースなんかもありますので、買ってしばらく経ってこのライフジャケット大丈夫かな、心配だななんていう時は、そういった、ブースに持って行って検査してもらうなんていうのも、一つ手なんじゃないかななんていうふうに思います。その他には畳み方ですね、この広がった場合こうやって畳みますよっていう畳み方が書いてある。救命胴衣のねテストなんかしてみることをお勧めしますということで、実際に一度は足のつく浅くて穏やかな水中に入り救命胴衣をテストすることをお勧めしますということで、まあなんか不意にね、雨とかでこう広がってしまった場合とか、まあ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 、そんなねちょうどいい状況のところなんてないとは思うんですけども、実際にねこう試してみるっていうのもねいいんじゃないかなという。でここにねチェック、自主点検チェックリストということで、このカバーは大丈夫か、ベルトは傷んでいないか、バックルは大丈夫か、ここら辺は目視で検査してくださいということですね。で、気質の、なまじが、劣化していないか、ね、半年に1回ほど、気質ねこう実際に広げてみて見た方がいいよみたいなふうに書いてありますね。で、炭酸ガス充気装置、目視検査ということで、ホイッスルもついてますよということですね。保証書ということで、お買い上げ日から1年間で、ね、なんか不意のトラブルとかあったら、しっかり対応してくれるということで、こんな感じね。これはちょっとね毎度のことなので、やっぱ使い心地のいいね、お気に入りのものを手に入れておきたいなというのと、まあ結構ね今ずっとレンタルボートで使ってるやつ、桜マークついているんですけども、だいぶね期間が経ってしまって、このなまじがね破れ出したり、まあ中身の気質とかもね実際にちょっと膨らまして見たことはあるんですけど、大丈夫だったんですけども、まあねちょっとねいろいろとね傷んできたので、このね小型タイプのコンパクトなやつで、国土交通省の、型式承認品が出たらぜひ買いたいなと思ってですね、いよいよブルー、ストームから出てきたよということですね。で、このブルーストームから出たということは、多分ねこんな便利なサイズなので、各ね自分のお気に入りの釣り具メーカーからもね出てくるんじゃないかななんていうふうに思います。これにねわからないですけども、まあ例えばノリーズって入っていたり、デプスって入っていたりですね、まあシマノって書いてあったりとか、いろいろねその各メーカーがこれはいいやって思ったらですね、それでかっこいいデザインのね、あとちょっとバックルをつけたりとか、工夫したバージョンのものが続々と登場するんじゃないかななんていうふうに、期待しておりますが、まあねこんなシンプルな作りですけども、ね、
バックル大丈夫ですね。で、まあ、紐も大丈夫ですね。で、あとはね、サイズをしっかりと合わせてね、着用するっていうことで、自分の周りもちょっと海関係の仕事をしているのでね、結構動画とかでは喋ってなかったんですけども、痛ましい事故って起こってまして、ここ1年以内にもですね、船でそのゴンボートで転覆して仕事仲間がですね、1人亡くなったなんていうのがね、あるんですね。ちょっと、うちの会社ではなくて、まあそこから、なんていうか、ボランティアでね、遠くの島に行って、まあね、ボランティアの、活動しているおじいさんだったんですけども、ちょっとね、行ってくるわなんて言ってクリスマス前に旅立って行って、そしたらね、まあちょっと冷たい状態になって帰ってきてしまったね。で、状況なんかもね、気になるんでいろいろと確認したところ、そのライフジャケットはしっかり、着用していたんですが、ものすごい嵐で海中に転落した時にそのライフジャケットがスポーンとね、抜けてしまって、で、十何人水の中には入ったんだけども、なぜかね、その知り合いのね、おじさんのライフジャケットだけ、取れてしまって、でね、水を飲み込みすぎて亡くなってしまったっていうのがあったんですね。過去にはまあ遊びで飛び込みとかをしていて、で、その先輩が4人亡くなってしまったとかね、いろいろありましたので、で、自分もね、実際に船の仕事をしておりますので、あわやちょっとね、死んじゃうんじゃないかなみたいなね、目にあったこと、作業船とかね、そういった仕事の何て言うんですかね、若い頃に。よくわからないでまだ船乗っていた時にね、ちょっと危ない思いしたことっていうのは何度もありまして、まあそのたんびにね、ライフジャケットっていうのはまず大切だよなってね。結構ね、レンタルボートなんかでも例えばまあ落ちたりすると、小さい頃自分なんかあのスイミングスクールなんかに通っていて、結構泳ぎには自信あるし、その後も海の学校に行ったりしていたんで、もう毎日のようにね、素潜りとかして泳いでいたので、泳ぎには比較的自信がある方なんですが、ただ持って服を着たまんまで入ってしまうとですね、本当空中をね、こうスッスッスッってね、こうね、書くような、なんていうかね、裸足か裸足じゃないか、靴履いてるだけでね、全然推進力が得られなかったり、あとはね、まあそういう状況になるっていう時は、まあ大概ちょっと波が高くてなんていうね、ちょっととても泳いで岸にたどり着けないなんていう可能性もありますからね、そんな時に助けてくれるのがこういったライフジャケットになりますので、で、今回ね、その法律の方もだいぶね、厳しくなって、まあ段階的にではありますけども、時期になったらね、ちょっと罰則とかも設けるよなんていうことで今準備が、進められておりますね。そういったところでまあいいタイミングなんじゃないかなということで、こういうね、しっかりとした桜印が入ったものね、これ買っておくだけでね、まあ16,000円、まあ16,500円って書いてありますけども、これでちょっとやべえなっていう時に助かるかもしれないね、助かる可能性がちょっとでも増えるかもしれないっていうところでもね、ぜひもんでね、買っておくべきじゃないかななんて思います。で、まあこんなコンパクトだし、あとはまあ色もね、いろいろ選べるしっていうことで、これはね、ちょっと今初めてね、実物ね、生で見てみたんですけども、いいなってね、これだったらちょっとね、遠征する時なんかも、そのいつもライフジャケットってね、昔その自動膨張式じゃない頃は固形式のね、いわゆるオレンジ色のライフジャケット、ちょっとかっこよくしたようなものとか使ってましたけども、何にしろかさばるんですね。発泡素材とかでできていたりして、そのライフジャケットだけでまあバッグの大半を埋め尽くしてしまうなんていうことが前はあったんですけども、今ねこのサイズだったら本当バッカンの端っことかにクッて入れておくだけでね、で釣り場でおいしょって出してね、パチーンってね、締めれば完了っていうことで、これはね結構いいんじゃないかな。で、この他にもですね、
こう胸のところからかけるタイプのものとか、このブルーストーブでね検索するといろいろなこの最近の法令に合ったなおかつ快適に扱えるライフジャケット数多くね出ておりますので、自分のその釣りのスタイルとかに合わせてですね選んでみたらいかがなものかということで、まあ自分はねレンタルボートでのダム湖での釣りが多いので、こんな感じのまあ比較的コンパクトにまとめたいっていうのがありまして、この小型タイプのやつをね今回選んでみました。この他にもね従来使っているもうちょっと大きなベルトタイプのものですとか、あと固形タイプのライフジャケットも 4,5 着持ってるかな、胸からかけるようなタイプのライフジャケットも3着ぐらい持ってるんですけども、その釣り場の状況とかね、まあ例えば離島で磯の上で釣りするなんていう時はね結構ね本当怖いんで、ね、崖から落ちたらどうしようとかもありますから、結構かさばるけども固形式を選んだりですね、その釣り場とかあとおかっぱりの時なんかこんな、ね、かさばらないライフジャケットの方が、ね、快適にできるんじゃないかな。でこれにちょっと D 缶なんかつけたりしてですね、カナビラとかつけたりすれば、ペットボトルぶら下げたり、フィッシュグリップぶら下げたり、ペンチホルダー、ぶら下げたりね、自分なりにちょっとねその使いやすいようにカスタムするなんていうのも楽しいんじゃないかななんていうふうに思いますんで、まあね、動画の中でなんかつけてるなーなんていうのが見えたら、まあ大体これを今後つけることになると思いますので、ぜひですね使い心地のところなんかも、まあ、かさばってないかなとかねそういったところ見ていただければと思います。というわけで本日の釣り子 TV は、こちらですね、ブルーストームのウエストベルトタイプの膨張式ライフジャケット BSJ9320RS、水感知機能付きね、このね桜印付き、これを買ってみて、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。